新春企画キーマンに聞く2022年、2回目の今日は福岡県の服部誠太郎知事です。昨日は県内でオミクロン株7人が感染が確認されました。このまま第6波となってしまうのでしょうか。今後必要な対策とは、服部知事に聞きました。感染力がデルタ株以上に強いとされるオミクロン株、政府は去年11月末から外国人の新規入国を停止し、水際対策を強化するも、感染は徐々に拡大。県内でも昨日までに9人の感染が確認されています。なんでこんなに少ないのかなっていうのはあるんですけど、世界でもすごいですよね。で、多分ね、もうちょっとしたら、あと 2,3 週間ぐらいしたら日本でもうわーっと広がると思いますけど、福岡で増え始めるのが怖いなって。この U ターンラッシュ落ち着いて、またすぐ増えるんじゃないかなって思います。そこで今日の特捜級チームは、第6波を防ぐために必要なこととは。海外で猛威を振るっているオミクロン株、国内でも感染者は増加傾向で、昨日時点で大阪では感染者145人のうち134人が、沖縄では135人のうちのほとんどが感染経路不明のいわゆる市中感染とみられています。一方で国内のオミクロン株の感染者はほとんどが軽症と報じられていて、街ではこんな疑問が多く聞かれました。オミクロンみたいな、感じだと軽微な症状なので、いずれその、新型コロナも通常のウイルス化をしていくのかどうかっていうところは気になりますね。うまくなんか恐れずに付き合っていけるようになるのはどのくらいになるかな。重症化しにくいと言われているオミクロン株、通常の風邪と一体どう違うのでしょうか。教えてもらったのは八幡病院の伊藤院長。症状が軽い人が多いということで済ましてしまうとですね、感染力が強いのでちょっと油断すると確実に感染者の数は爆発的に増えてきます。そうするとそういう時期がですね、これから1ヶ月2ヶ月後に起こった時にワクチン接種の効果が落ちている、あるいはワクチン接種をしてもその抗体価のですね、獲得力が弱かった人は確実にですね、重症化するわけですから、気を緩めずに対策を取ると、これはですね、続けていただきたいと思います。感染力が強く重症化の恐れもあり、いわゆる風邪のウイルスとは全く違うとのこと。油断は禁物だと話します。軽症や無症状の人が気づかないまま感染を拡大させる恐れのあるオミクロン株、県は感染に不安を感じている無症状の県民を対象にした無料の PCR 検査と抗原検査を医療機関や薬局など53カ所で実施しています。第6波を抑えるため服部知事には強い思いがありました。キーワードは先手を打つということですね。営業時間の短縮とかお酒が出せないとか、こういったことをですね、早期に終了させる、このことのためにもですね、やはり早く手を打つ、先手を打つということが必要だと思うんです。知事が先手という言葉に力を込める理由、それは第5波の去年8月、県は緊急事態宣言の発令を政府に要請しましたが、その決定は2週間ごと遅く、感染が急拡大したためです。まん延防止等重点措置などの国に要請するにあたっても、やはり地域のこの感染の状況をいち早く捉えて、そしてその後の見込みと推計というものを用いながらですね、先手先手を打って国にも要請をする。皆さん、未だコロナ収束の先行きは不透明ですが、経済を立て直すためトップとして責任の重さを感じています。何としてもですね、このコロナ危機というものを克服して、そしてやはり傷んだ地域経済、これを立て直していかなければならない。県民の皆さんが本当に安心して、ね、大人も子どもも
当にたくさんの笑顔でね、日々を送ることができる、そんな年にしたいですね。水曜レギュラーは西日本新聞社久留米総局長の曽山茂さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい。知事は第6波先手を打つと話をしていましたが、沖縄県ではすでに感染が拡大しています。沖縄県は先ほど今日の感染者623人と発表しました。政府にまん延防止措置の適用を要請する意向を示しています。政府は沖縄県から要請があれば今週中にも適用する方向で調整しているということです。まあ、沖縄だけではなくて、瀬山さん、福岡も警戒が必要ですね。そうですね、やはりちょっと懸念された、ね、第6波が、ね、近づきつつあるなという感じですね。まあ、昨日もですね、全国で感染者1000人、3ヶ月ぶりに増えましたね。はい。まあ、先ほど北九州市の話もありましたけれども、ちょっとこのスピードがね、ちょっと早まっていくのかなっていうような心配をしています。年末年始に人が動いた、その結果がこう今少しずつ反映されていくと考えると、はい、そうですね。まあ、今月中旬から今月下旬ね、あたりがね、また一つ山が来るのかなというふうにちょっと予想もしてしまいますね、この状況を見ると。そうですね、感染力が強いというお話、そして VTR に出てきましたが、デルタ株よりは重症化しにくいという指摘もあります。ということで、主要都市に今日電話で取材をしました。オミクロン株に昨日までで感染した人は福岡県で9人、東京都で55人、大阪、そして沖縄県では135人となっていますが、このうち4都府県の自治体で重症者は今のところオミクロン株の感染者の中ではゼロという数字なんですね。そうですね、まあ、これまでの株に比べるとね、ちょっと感染重症者の数は少ないというのが今までの状況なんですけれども、ただ、ね、感染力が強いんでね、分母が増えるとね、やっぱり重症者数がやっぱ増えるってしまうので、やっぱそう油断は大敵だと思います。まあ、昨日岸田総理が、ね、はい、言ったワクチンの3回目の、まあ、前倒し接種で検査拡充によるです、ね、早期発見、まあ、それとその、まあ、飲み薬とかね、はい、そういったことを組み合わせながら冷静に対応していくことが必要かなというふうに思います。当面はですね、まあ、今度は成人の日でね、9日10日あたりに式典があるところが多いようなんですけれども、まあ、若者が集まってね、感染が広がらないように、まあ、開催の是非およびですね、開催するにあたっては感染対策をしっかりやってもらいたいなと思います、ね。第6波をこうなるべく抑え込むような先手の対策というのが必要になっています。